ネムハード。はい、どうも、クゾーです。レイカーズファンの皆さん、息してますか？僕は息してないです。なぜなら、レイカーズが弱いからです。まあ、冒頭にも言った通りね、まあ、ネムハードね。いや、ごめんね、ペイサーズファンの皆さん、別に冗談なんですけど、悲惨な負け方したりとか、なかなかね、もう13位をキープしてて、もうしんどいっすよ、マジで。で、まあ、タイトルにもある通り、月間レイカーズやっていくんですけど、基本的に、ショーツでレイカーズ速報をやったやつを繋げてるだけなんで、すでに見た方ちょっとつまんないかもしれないですけど、もしちょっと見てないのとかあったら、ぜひご覧ください。で、新規の方とかもね、レイカーズ速報とか、ショーツわざわざ見てないよって方は、ぜひおすすめなんで見てほしいです。それでは、行きましょう。11月3日、ペリカンズ戦。てってれれー、てててててて、てってれれー。ブルーアイズ、ロニー・ウォーカー・ドラゴン、守備表示のクレムリン・ザイオンに攻撃、滅びの四星ストリーム。オベリスクのマット・ライアン、プレイヤーにダイレクトアタック、同点のブザービータースレー、爆殺。やーぶねー、あぶねー、勝った、あぶねー。いやー、ライアンのスリー投げマジ負けてた、あぶねー。いや、てかウェストブルックさ、途中まで良かったんだけど、なんか3クォーターあたりからめっちゃヒヤヒヤしたんだけど、怖っ。いやー、何やともあれマジ勝って良かったわ。2連勝え、2連勝夢じゃない、大丈夫大丈夫かな、これ。次の試合はジャズか。まあ、なんか調子いいらしいけど、まあタンクチームだしね。うん、いけるっしょ。フッ祭、玉祭、大喝祭、レイカーズ2連勝。11月5日ジャズ戦。これより謝罪会見を始めさせていただきます。まずは今日のレイカーズとユタジャズの試合、ユタジャズ勝利おめでとうございます。はい、それについて謝りたいことなんですが、ユタジャズをシーズン前に最下位予想にしてしまい誠に申し訳ありませんでした。はい、質問よろしいでしょうか。はい、どうぞ。まずですね、優秀なメンツがいながらこのような結果となってしまったことをどのようにご説明いたしますか。それについては、誰だってゴミやとドラマミッチェル出したらタンクすると思うじゃないですか。何なんですか、あのメンツ。セクストン、ジョーダン・クラクソン、マイク・コンリーの3ガードに、マルカネン、オリニクの2ビッグのラインナップ。あんな止められないじゃないですか。すみません、落ち着いてください。動画になりません。あ、はい、大変失礼いたしました。続いてですが、まあ今日負けたとはいえ、レイカーズのラッセル・ウェストブルックについてですが、あなたは散々先輩などと非難をしていましたが、素晴らしい活躍をしていたと思います。それについてどう思いますか。はい、それについてですが、まず今日のウェストブルックの活躍は素晴らしかったと思います。ただ、ところどころでボールをこねたりとか、プラップスリーを打ったりなど、まだ安心できない部分はあります。この活躍を次の試合も続けるかつ、レイカーズも勝利するかつ、まあ20得点、フィールドゴール 45% 以上、ターンオーバー4未満などを残した場合、ラスに対しての謝罪会見もまた開かせていただきたいと思います。ありがとうございます。では次のキャブス戦に向けて意気込みをどうぞ。はい、キャブスもちょっと強すぎて厳しいと思います。あなたには分からないでしょうね。11月7日キャバリアーズ戦。はぁ、これで全く何人目なんだ。そうですよね、たかだか2連勝したのとディフェンスレーティングがいいからって今シーズンいけると思ったレイカーズファンの患者たちが次々と運ばれてきていますもんね。全くだよ、今シーズン MVP 級の活躍をしているドノバン・ミッチェルと DPOI 級の活躍をしているジャレット・アレンのいるキャブズに勝てるとでも思ったのかな。まあレブロンの調子が若干戻ってきたのと、シックスマンになってから調子乗ってるラスのことを見たら勘違いしてしまうのも無理がないんじゃないですかね。あ、ウプヌシが運ばれてきましたよ。クーゾーさん、しっかりしてください。シューターのいないレイカーズなんて今シーズン厳しいの決まってるじゃないですか。いい加減目を覚ましてトレード案ちゃんと考えてください。やだ、レイカーズ強いもん、勝てるもん。次の相手は前回ボロボロに負けたジャズですよ。バタンキューン。あ、死んじゃいましたかね。大丈夫だよ、また一勝でもすればテンションの高いわけのわからない動画を作って周りに迷惑をかけるだけだから。11月8日ジャズ戦。いや、ボロ負けー。レブ様と、ロニーと、ベバリーなしで、どうかって言っちゃうね。無理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 。途中まで、あれ？レブロンいなくてもいけるかみたいに思ったけど、なんか、よく見てみると、もう全部 AD のポストプレイみたいな時間があったりとか、オフェンスの手札がマジでねえ。ジャズもさ、あのチーム本物だわ。前回謝罪会見っていう動画作ったけど、普通に本当に強い。10試合以上消化して首位なんて誰が予想した？なんか、マルカネンが若干厳しい時間帯でも、クラークソン決めたり、コンリー決めたり、セクストン決めたりで、オフェンスのこう、手札が尽きないんだよね。確かにディフェンスで、ん？っていう部分はあるけど、多分プレイン以上はいくんじゃねえか、あのチーム。で、今日勝ってたら、正直、ウェストブックの謝罪会見動画で変えようかと思ったけど、まあ、さすがに、まだかな。うん。負けてるし、いくら彼一人が良かったとしても、ちょっと厳しい。で、次が、クリッパーズ。まあ、ちょっと調子、あんまり、すごいいいわけじゃないから、ワンチャンあるかもね。てか、やっとキングスとか出てきた。てか、今までの日程がちょっときつかったよね。あ、やっとでもスパーズとか出てきた。いや、でも、まあ、でも、俺ら調子いいから負ける可能性全然あるんだけどな。11月10日、クリッパーズ戦。トレードトレードさっさとトレードしまくぞ。はい、もう無理です、トレードしよう。じゃあもうトレードしましょう。
もう無理やって、ロニーがいないとか言い訳にならんからな、マジで。だってレナード相手いねえんだぞ。結構さ、点差開いても追い上げる場面とかあったじゃん、ディフェンスしっかりやって。で、スリーとか、オフェンスもうまく回って。なのに、同点になった瞬間失速するの何？確かに同点になって、タイムアウト取って、で、相手はティロン・ルーだから、アジャストの天才のコーチだからわかるけど、でも、じゃあ、負けましたってなったら、もうそれはそれで弱いだけなのよ。やっぱ、もう前から言ってる通り、シューターがいないともう無理。スペース広がんない。レブロンのラスのスペースがもうそもそもない。AD がセンター相手に攻めるのはやっぱ厳しいもんがある。ジャズの時はマルカネンだったから、押し込めたけど、ズバッツ相手じゃ何もできなかった、本当に。で、AD のトレードも浮上してるけど、まあ、それも含めたのと、ラスのトレードはもうやらないとこれは変わらないです。ミニマムとか、バイアウト市場だと何も変わらないから、もう近々トレード案動画出します。そこでもう、俺はレイカーズを救ってみせる。見とけよ、マジで。11月12日、キングス戦。おい、起きろよ、クズ。おい、起きろよ。むにゃむにゃ。KCP、なんでレイカーズのユニフォーム着てるの？今、ナゲッツにいるはずじゃ。何言ってんだよ。昨シーズン優勝して、そのまま俺はここにいるだろ。試合が始まるからさっさと行こうぜ。KCP の言う通りだ。さっさとディフェンスしに行こうぜ。カルーソまで、ブルズにいるはずじゃ。あ、俺も AD に早くロブパス出してえな。ロンドまで。あれ、DV して、今リーグにいないはずじゃ。そうだよ。俺もリバウンドとブロック頑張んなきゃ。そうだな。俺たちがいなきゃ、レイカーズのビッグマンたちはガタガタだもんな。ハワードに、マギーまで。おいおい、ザ・スリー&Dの俺様忘れちゃいねえか？いや、お前はスリー&Dじゃなくて D だったからいいや。いや、っていうか、なんでみんながここにいるんだ？いや、そうか、昨シーズンと今シーズンボロボロだったのは夢だったんだ。じゃあ、俺の大好きなクズマも。ああ、やっぱ夢か。ああ、そうか、今日も負けたのか。ああ、ちょっと、ショックすぎて今日の試合内容は別の動画で出そうと思います。はい。ああ、あの頃に戻りたいよ。11月14日ネッツ戦。はい、こちら、ロサンゼルス警察署です。あ、大変です。すぐ来てください。たかだか3勝したくらいで、レイカーズファンが暴れ回ってるんです。何や？あいつらまだ14位なのに騒ぎやがって。今行きます。お前ら、動くな。これ以上騒ぐなら、撃つぞ。あちんちん、ビラーン。え、ガンコ。レイカーズ最強、レイカーズ最強。シューがつかない。お前ら、本当に撃つぞ。うるせえよ、ポリコが。これからな、めちゃめちゃ軽い日程なんだよ。これを機にな、5連勝かましてやるからな、見とけよ。14位のくせに調子乗りやがって。あれ？この合計どこかで見たことあるような。ああ、あの時か。うん。これもうダメだな。よし、殺そう。パンパンパンアヒンウヒョンレブロン最強。ふぅ、いい仕事した。負けたら負けたでわめくし、勝ったら勝ったで騒ぐし、レイカーズファンは排除するに限るな。11月19日ピストンズ戦。エディモンスターブラックブラック。レイカーズファンの皆さん、お待たせしました。今日もレイカーズ速報やっていきましょう。2連勝ということでテンション上げていきましょう。それでは、はい、こちらロサンゼルス警察署。はい、たった今調子に乗りそうなレイカーズファンを一人逮捕いたしました。はいはい、ご安心ください。レイカーズファン以外からの苦情が多かったので、ここら一帯のレイカーズファンは駆除したいと思います。はい、まだ14位ですしね。はい、いくら AD が今日暴れていたからといって、ピストンズも結構弱かったですし。はい、2連勝したもん、すごかったもん、レイカーズ強いもん。そうですね、次はスパーズとサンザーさんで、またスパーズ2連戦とおそらく勝てるとか言ってまた騒ぐ準備を始めているので、はい、次はもう試合中の間に警備網を広げて、彼らのバカ騒ぎを止めたいと思います。レイカーズ優勝、レイカーズ優勝。パーン。あ、ちょっとうるさかったので殺しときました。はい、それではまた次の試合もよろしくお願いします。はい、11月21日スパーズ戦。鈴木くん、なんだね、あの集団はうるさいんだが、早く静かにさせてくれないか。申し訳ありません、3連勝で浮かれているレイカーズファンをもうデモ化してしまって止められなくて。3連勝を匂わせろ。レイカーズファン取締り法反対。アテンチェーン。なんだあの下品な集団は。もう最後なんて下ネタじゃないか。前の動画で試合中に取り締まりを強化すると言ったじゃないか。今日なんてレイカーズが終始圧倒していたんだから、第2クォーター弾で取り締まることはできたんじゃないのか。いやー、それがですね、もう3連勝に浮かれたレイカーズ様がこれだけデモ化するとは思っていなくてですね、申し訳ございません。早くなんとかしてくれないか。次はどうせサンズ戦で負けるんだから、その時に彼らがまた暴動を起こしたらどうするんだ。はい、そうですね、もうサンズ戦はまあもう 2,3 クォーターあたりでレイカーズがボコボコにされる未来が決まっているので、はい、大丈夫だと思います。聞こえてんだよクソ総理大臣、次も勝つに決まってんだろうが。おい、みんな行くぞ、自由を取り戻せ。あ、やばいやばい、なんとかしなきゃ君。おいおい。11月23日サンズ戦。はあ、結局捕まってしまった。勢いに任せて前回の動画でレイカーズアンチ生徒を襲撃したが、今日のサンズ戦の敗戦で奴らを勢いづかってしまって、俺たちレジスタンスはこのざまだけど、ここからスパーズ2連戦とペイサーズ戦さえ勝ち抜けば仲間たちが助けに来てくれるはず。
だ、誰だ。囚人番号21番、パトリック・ベバリー。おとなしく牢屋に入れ。いいか、周りのレイカーズファンと結託して脱獄しようなんて考えるんじゃないぞ。へいへい、わかってやすよ。よう、兄ちゃん、あんたもなんかやらかしたのかい？お前は、今日余計なタックルかましたベバリー。お前側の誰も悪くないのに、タックルかまさなければ勝てたのに。まあ落ち着けって、俺はわざとクソみたいなテクニカルをかましてやったんだよ。ほら、ここの牢屋の鍵だ。なんだと？脱獄する気か？お前がさっき言った通り、こっからに行っては軽いし、近々俺たちの王も帰ってくる。その時のために仲間を集めておきたいのさ。じゃあ俺は先に、一試合だけ出場停止して追い止ませるぜ。あばよ。おい、待て。クソ、流れだが、こうなったら逃げるしかないのか。果たして、レイカーズファンは脱獄することができるのか。次回の試合に乞うご期待。11月26日、スパーズ戦。お帰りなさいませ、我が君。うむ、苦しいないぞ。私がいない間、よう耐えた。私がいなかったから3勝もできたなどというやから、粛清しておけ。はっ、かしこまりました。して、ベバリーのやつはどこに行った？はっ、彼は仲間を集めるために、わざとテクニカルファールをかましたのですが、1試合出場停止かと思ったら3試合も食らってしまって、まだ牢屋の中です。そうか、あいつはまあしょうがないな、うん。12月も厳しい日程となるが、ついてきてもらうぞ。はっ、良いのままに。おい、クソキング。誰だ、無礼者。お前は、復帰戦とはいえ、ターンオーバー9もかましてんじゃねえかよ。3クォーターちょっと危なかったじゃねえかよ。おめえがいねえ方が試合勝てるんじゃねえのか？貴様、それ以上言うと、キングが。パンパン。うん、あいつ、処刑でオッケー。はっ、かしこまりました。おい、ちょっと文句言ったからって殺せなきゃ。ふぅ、処刑ですっきり。やっぱり世に従わぬ奴は殺すに限るな。うーわー、めちゃくちゃ不安だわ。11月27日スパーズ戦。そう、平等ではない。権利を平等にしたいスパーズはどうだ。人気というのを衆議政治に出しておる。富を平等にした衆議は怠け者ばかりだが、我がレイカーズ。そうではない、争い競い、常に進化を続けておる。レイカーズだけが前へ、未来へと進んでいるのだ。我が息子ベバリー。レイカーズ進化を続けているという証。戦うのだ。競い、奪い、獲得し、支配し、その果てに未来がある。オーラハイレイカーズ。1月29日ペイサーズ戦。ん？あれ？よう勝ってなかった？あれ？いや、これは負けてるな。ブザービートだな。いや、何これ、めっちゃ喜んでんじゃん。いや、そりゃそうだろうけど。いや、落ち込むよ、よ、そりゃ。よ、わかんない。ちょっと、よ、何が起きたかわかんない。めっちゃ喜んでんじゃん。わかんない。とりあえず、このブザービーター決めた2番？ネムハードっていうの？おし。おい、リーブス。は、お呼びでしょうか、若君。ちょっとさ、あの2番のネムハードっていうやつさ、処刑しといてくんない？いや、ちょっとそれは、我々負けた身なら厳しいかと。やだ、負けてないもん。よ、負けてないもん。うわぁ、始まったよ、めんどくせぇ。ネムハードマジ許さん。いやもうこれ俺、毎回言ってこうかな。本当にね、許せなかったね、あのマジ方は。でもネムハードめっちゃいい選手だね。あそこで決めるなんてね、やばいよね。ってな感じっすね。もうマジで弱いわ。どうすんだよ、ほんと。まあ、散々言ってる通りね、早くトレードしてくださいって感じっすよ、ほんとに。12月もね、日程辛いからね、どうなんだろうね、ほんとに。まあね、もう少しで12月15日トレード解禁っていうのと、1月もちょっと、もう少し増えるのかな、人が。トレードデッドラインまでにね、何か動きあればレイカーズ変わるかもしれないんで、皆さん期待していきましょう。ってな感じで今日もありがとうございました。また、12月からレイカーズすごく頑張っていくんで、皆さんぜひ僕の動画ご覧ください。それでは皆さん最後にご一緒に、せーの、ネムハード死ね。最近 TikTok と Twitter と Instagram も開設したので、よかったらフォローお願いします。ではバイバイ。